久しぶりです。久しぶりです。何ヶ月ぶりだろう。6月あ、いや鈴木さんは結構会ってなくて、屋久島プロジェクトは6月最後が、あ、5月なんで、はい、7、8、9、10、11、5ヶ月ぶりです。なるほど、5ヶ月ぶりです。いやでも本当にいろいろ僕も、ね、動画で最初びっくりして。いやそうですよね。でまあ今見たらお腹も大きくて幸せそうで、何幸せです。今は何をしてるの？今はもう専業主婦してます。今家で、家でずっとご飯作って旦那も帰りまして、であのたまに赤ちゃんのスタイル作ったりしながら楽しんでます。え、出産はちなみに屋久島でしょ？あ、それ予定してたんですけど屋久島はちょっと遠いかなってことで、あので今住んでるところの近くの病院で出産します。また落ち着いたらぜひまた屋久島、そう屋久島行きたいなと。早く来てほしいな。キュッてもまだまだ進化してる。いやすごい、あのインスタグラムやってますよね。インスタグラムやってます。インスタグラムやってます。キュッて屋久島でやってます。編集が一番大変だったられると。まあキュッてインスタグラムあって、そこにすごい更新されてるじゃないですか。もうどん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 レベルアップしてるから、最初から私ただ汚してただけみたいな。それはね、前の動画で言えないよね。もうすごいなと思って行きたいです。また毎週って遊び来てください。遊び行きます、ね、またじゃあ今日のラーメンショー楽しみましょう。はい、楽しみ、ありがとうございます。ありがとうございます。え、いいんですかこれ、インタビューかなくない？これインタビュー何聞いていいかな、何聞かれるかなと思ってたけど何聞いていいのかな。何でもいいです。え、じゃあプロポーズの言葉も。え、プロポーズの言葉ないです、ないです。今だけプロポーズとかするんですか？いやなんかね、女性だからやっぱそういうの求めてるのかな。え、結構そこはさっぱりしてる。普通に気づいたら一緒にいて、気づいたらもうその先の未来ずっと一緒に見てたんで、プロポーズとかじゃなくてもお互い言葉なくてももう向かうとこ一緒だったって感じです。いいことですよ。かっこいいってカズミーの大人になってる。え、これインタビューって聞いてきたんだけど。何聞こうかな。何聞こう。インタビューじゃねえ。男の子、女の子。男の子っぽいんですけど、つい一昨日病院でやっぱ女の子かもみたいな。ちょっとどっちかまだ分かんない。なるほど。何聞こう。全然私に興味ないよ、本当は。そんなことない。取らなきゃいけないから取ってみて。全然興味ない。そんなことない。いろんな機材も増えた、設備も増えた。プロジェクターがあったり、プロジェクト、まあ、もちろんその設備かな、設備もかなり良くなってるし、まあそこで本当にイベントだとか、音楽のイベントだとか、ヨガだとか、そうでキャンプファイヤーだとか、わいいですね。いろいろできるようになってるし、すごいすごい。本当に周りの動画にも映ってるけど、周りの木を切り開いて駐車場にしたりだとか。あそこに後にやっぱちっちゃなコテージを作っていきたいな。わーすごい。なんかそういうのファミリー層でも行けていいですね。そうです、ね、第一ファミリーで行きたいです。頑張ります。まだまだヒューって進化してますはい、いろいろ屋久島プロジェクトの動画まだ見てください。見てください。はずみもまだまだこれから出ます。次は赤ちゃんと一緒に行って、ね、出れたらその時までお願いします。よろしくお願いします。お願いします。やっぱなしとか言わないでください。あいつやっぱ切ろうぜみたいな。いやそれはないと思う。永遠のアイドル。永遠のアイドル。永遠のやったわ。え、終わりでいいの？終わりでいい。じゃあ、ラーメン。いくのか編集して。いくかお願いします。いくお願いします。じゃあまた、バイバイ。